リングスイギリスリー・ハスデルです。静かな表情でやってまいります。1回戦ゲオルギー・トンコフを飛び膝蹴りでノックアウトに下しましたリー・ハスデル。今回も得意の打撃で決勝進出を果たしたいところです。ワールドタイトルヘビー級に続き無差別のタイトルも奪取できるか。ヘビー級のベルトを引っ提げてエメリア・エンコ・ヒョードルやってまいりました。まだ25歳ながら抜群の安定感を誇りますエメリア・エンコ・ヒョードル。今回のセミファイナルの相手はリー・ハスデルです。第6試合アブソリュート級王座決定トーナメント準決勝5分3ラウンドを行います。青コーナー185センチ 100.4キログラム リングスイギリスリー・ハスデル。赤コーナー182センチ 103キログラム ワールドタイトルヘビー級チャンピオンリングスロシアエメリア・エンコ・ヒョードル。さあアブソリュート級つまり無差別の王座決定トーナメント準決勝の2試合目です。ステップを切ってリー・ハスデルが近づいてきました。こちらは今回 100.4 キロですリングスイギリス。1回戦ゲオルギー・トンコフを飛び膝蹴りで下しました。一方エメリア・エンコ・ヒョードルヘビー級のタイトル保持者です。無差別に挑戦します。1回戦は柳沢を下しました。判定でした。ミドルのタイトルを持ってるんですが、はい、ヒョードルはですねそのミドルで戦っていたウェイトなんですよ。ほとんど一緒です。つまり体重の増減はしなくてヘビーですね。やってきた。あ、ごめんなさい、ミドルですね、はい、あ、ヘビーですね。ヘビーのタイトルの同じ戦いをするつもりなんでしょう。ノーフェイスパンチ、ノーフェイスパンチ。ヘビー級タイトル保持者です、エメリア・エンコ・ヒョードル。まあ、先ほどですね、はい、オーストラリア代表のヘイズマン勝ちましたからね、ハステルス もイギリス代表としてですね、はい、なんとしてもこう勝ちたいという8分材料だったと思うんですけどね。まあ、そうでしょうね。ただまともにいったらですね、まず勝てないですからね、はい、ですからこの前やったようなですね飛び膝蹴りですとか、はい、そういった奇襲攻撃がですね有効になってくると思うんですけど、はい、2人の体重差は 2.6 キロしかありません。重たいのはヒョードルです。首を取っています。抜けました。スピンヘッドが正解か。頭を押さえつけまして、そして今度は腕を相手の首に押し付けていきます。ハステル2人も10歳の開きがあります。25歳ヒョードル、35歳ハステル。いいですね。ストレートが入りました。そしてグラウンドに突っ込んでいきます。突入しました。今のは抜群のタイミングですね、はい、そして威力もあったんじゃないですか、全く見えなかったですよね、ノーモーションでいきましたからね。まともにいきましたよね、エメリア・エンコ・ヒョードル。これがこのヒョードルの強さです。しかしよくハスデルも食らいついています。ダメージ残ってますでしょう、ここはもうディフェンスですね。塞いでいます。少しでも時間を稼いでこの後の展開に持っていきたいところです。ハスデルとしては立った方が、ちょっとチャンスがありますね、はい。まあ、ハスデルは打撃の人であります。ギブアップ。よく随分変わった形からいきましたね。そうですね。あ、しかも一気に行ってからこれ人体行ったんじゃないですかね。後ろに持っていきました、ね、チキンウィングという曲げ方になったわけですけれども、かなり強引に一気に引き出した、かなり変わった言い方しましたね、リングドクターが入ってまいりましてチェックするわけですか。パワーを持ちまして、まあ、タイミングもあったんですけども、あの体勢からあのアームロックがかなり、しかも人体破壊するような感じですよね、チェックしたら画面の方ですね、先のパンチによるものかもしれません。さあ本当にこのナチュラルなパワーというのは恐ろしいものを感じています。ヒョードル左側に行きます。右を下ろしました。パンチで勝負するのか。突っ込んでいきます。これでスーツですが引きずり込んでいきます。
空いてるとこ、空いてるとこで打ってくるんですね。アステルは一つロストポイントです。ノーフェイス、ノーフェイスパン、キープアウトウィッシュウエスト。キープアウトウィッシュウエスト。What's your leg lock? What's your leg lock? Don't let him get side. Come on, get back to guard. Get back to guard. Get back to guard, Lee. サイド1回叩きました。格闘技のベースは柔道と3歩とというんですが、叩きますね、アムロック。ああ、これまた力でグッと持ってきますか。引きを察知しましてポジションを変えましたハスデル。シャン。ニーベリーもかなり強烈に踏みつけていくという感じです。ボディブロー、すごいパンチだ。すごいですね。相手はこの状態なんですけれども、かなり低い体勢からボディアッパーを持っています。残り時間1分。ハスデルが体勢でかなりの及び腰になっています。スタンディングでフロントネックロックですか、これ。いや力で持ってきますよ。持ってきますよ。持ってきますよ。フロントネックロックか。ゴーかタップかどっちだ。試合終了です。1ラウンド4分10秒。タップ、ね、タップしたんですね。はい、いやいや万全の体勢でリングの中央まで引きずってきたところでもうタップしましたリーハッテル。まあ、これはもう勝てないと悟ったんですよね。でしょうね。勝ちました。圧倒的なパワーの差がありました。決勝大会に進出いたします。これでエベリア・エンコ・ヒョードルが決勝に進みまして、先ほど勝ちを収めたクリストファー・ヘイズマンと対戦することが決定いたしました。これヒョードル、今の両試合見ただけではヒョードルかなり、そうですね、2階級戦いきそうですね、いきそうですね、濃厚ですね、本当に今リングスで一番強いんじゃないですかね、ヒョードル、はい、とんでもない強い男であります、エベリア・エンコ・ヒョードル。そこが見えないですよ、はいはい、力実力のですね、苦しいところこの試合は見せませんでしたもんね、まさに底なしの状態エメリア・エンコ・ヒョードル。決勝戦ではクリストファー・ヘイズマンと対戦いたします。ようやくここで笑顔が出ましたヒョードル。ヒョードル強し、港横浜のファンの皆さんも唖然という瞬間でありました。